おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじいの続きやっていきたいと思います。おじいがね、成長してきたように見えて、ミート、走力、守備はアイテムで上がってるので、まだそんな高いようなイメージではないかな。でもだいぶね、成長してきましたね。青徳もちゃんめ逆境がついたんで、これからのおじいにご期待ください。ということで、日本シリーズ頑張って日本一目指しましょう、ということでいきましょう。今日は広島でか、完全優勝目指して。完全優勝って言いながらね、交流戦は最下位だったんだよね。さあ打つぞ。まずは先頭で優勢くんか。うわい、高速スライダー155で、球も速いし変化球も優秀だし。でもおじいにはそんなの関係ねえ。オッケー、完璧ですね、狙い打ち。いやー、でも先制点取られて一発持ってる。入ってこないかな、無理かな。優勢くんから、うい、もうストレートを狙い打ちするしかないよ。ダメかー、浅村さん点取って、うわー、この試合負けか、諦めるか。丸さん、よし、うまい、回ってこい回ってこい回ってこい、ナイス丸さん、よっしゃー、おじい打点いいよ。まだ諦めんな。いやー、ダメか、ダメか。チェンジアップ、武隈さんね、チェンジアップは厄介だな。スローカーブ、遅い球を駆使してくるのか。丸さん走ってもいいよ、よし。ああ、伸びすぎか、ダメか。まあここはしょうがない。優勢くん、ヒーロー惨敗ですね。いやー、初戦落としたか。今日はマルチ、そして打点を上げたけれども、そこじゃないんだよな。チームが勝たないと、おじいはチームの勝利に貢献しなきゃいけない。導け、優勝、日本一へ。どうしよう、お出かけしよう。南條さんのデートはもうちょいお金貯まってからじゃないときつい。いやらしい打撃、粘り打ち。さあ第2戦いきましょう。みんなほんのり力アップ最高。雨の中の試合、いやー、また1点取られてんじゃん。頼むぜピッチャー陣よ。おじいがエラーしてるからか、してねえよな。守備範囲が狭いからか、それは否定しねえ。点取れないか、よし頼むよおじい、よし。いやー、伸びすぎかー、もったいない。いやー、また負けちゃう。バンド警戒させといて、よし。これは満塁、満塁で頼む、打ってくれ。いやー、点が、あ、もう負けだわ、 7-0。 いったー、いけー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 、いかない、フェンチョクにもならない。あー、危ない、うい、風があったら行ったかな。負けた、負けてしまった。今のはワンチャンいけたよな。いやー、満塁ホームラン逆に打たれたのかよ、惜しかった。初ホームラン、畜生。やっぱ弾道上げればいけるわ。いやー、2連敗です、これは困った。これはお出かけ、本屋行こうかな。初めて行くところだね、ここね。早急本、買っときます。おじい早急を良くする、初めてのお店。いい、さあ頑張っていこうぜおじい、今度こそ勝つぞ。試合前には読書、いやらしい打撃で
いいね。さあ試合今度こそ勝つ。ホームランを打ちたいけど打てない。メッドライフドームです。さあ今度こそ、よしチャンス、田中さんか、カスティーヨ、ツーシームか、オッケー、落ちる系なんだろうな、この2球種。わあ、ナイスボール、いい球だ、今のは流したかったね、ナイスボール、今のも流したかったな、うおー、うまい、これがおじいだ、落ちる球をよく打った、タイムリー。いやー選手点はでかいよ、ナイスおじ。いやー同点、逆転、マジかよ、またか。いやもったいない、ツーシーム打てなかった。とりあえず同点、よしよしよし、同点になりで、田中さん、丸さん、丸さんか。ツーシームの可能性あるからここは打ちづらいな。よしよしよし、シュート回転ね、よっしゃ、うまい。でも1・3塁か、同点になってない。頼むよ、5番、誰だ。いやー、どう、いい、これ1番バッター先頭出たい。チャンメが働いてる、逆境も働いてる。ナイスボール、横変化しかないっていうと、うわー横変化、シュートがえぐい。頼む、きたー、ターニングポイント。バントシフトで、ここで打てばバント警戒しといて、常に。よっしゃ抜けた、回れ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 、よっしゃよっしゃ、オッケー、おじい、これはターニングポイントをやってくれたぜ、これが4番の仕事だ。いや同点、マジか。ここはバント警戒させといて、おい、えのきださんや。いやー、ここは送るか。いやラッキー、オッケーよ。落ちる落ちる、切れる。いやーここは勝ちたい、ここは絶対打たなきゃいけない。外野前進、いやーもったいない。よし勝ったー、オッケー、大ヒーロー、本日3安打そして2打点やったぜ。とりあえず勝った、そしてヒーロー、おじ見せたね、6の3、6打席回ってきたか。猛打賞、特にカスティーヨから打った先制だ。いやいや9回の同点打でしょ、そこは褒めるところは。いやーよかったよかった、とりあえず1勝。うわー次勝ちたい、もう1試合勝ちたい。読書しよう、読書でいやらしい打撃、粘り打ちを。さあ次の試合だ、行きましょう。さて、おじい4番、そういえば存在忘れてたけど菊池さん完全に消えたんじゃないか。これスロースターの間に打っときたいね。ボールボール、さあまずは先制、4番の仕事をしてくれ。スローカーブあまり曲がらないな、よっしゃ、オッケー、先制点、おじいが見せる。これ日本シリーズ MVP あるんじゃないか。よし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 、そこい、うやー曲がる、まあいいまあいい、しょうがない。いや逆転、同点、いやここ勝たなきゃいけないから。丸さんどうする、走る、バント警戒させといて、バントするって、バントバントするから甘い球投げて、ほい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 、
えしつこいって。第9投げました。よし、うまい。これは回る回る。オッケーオッケー、勝ち越しか。いやー、同点、勝ち越し。あー、負けてる、やべー。ツーアウトランナー二塁という場面で、よし。いや、おじい活躍しすぎなんだけど、ちょっとでも勝たなきゃいけないんだよ、勝たなきゃ。打ててるんだけど勝たなきゃいけない、頼むよ。いやー、ライオンズ内野陣はゲッツー体勢、投げました。よっしゃー。でも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 足んない足んない。てか走れちゃんと。どうだどうだ、これいけるか、これはどうだ。5打数4安打、やべえ。負けたー負けたー。おじい大活躍、日本シリーズで大活躍してるのに勝てない。打たれすぎなんだよ投手陣が。5打数4安打4打点。いやー、これはもったいないな、不調になって。さあこれは次回かな。いや待って、もう1試合やって勝てば次回に持ち越そう。遊びをします、読書します。いやらしい打撃。お、本スキル A になった、やった。あれ A までだっけ、 S まであったっけ。さあ行きましょう。いやー勝てるかな。ビールかけよう、もう一回。もう後がないぞ、頼む。よし、あーでも丸さん走る、どうする。いやー出頭だったからな、今強振だったよな。でも弾道が低かった。でもでもでも打点上げるからいいでしょ。おじいめっちゃ打つじゃん、ビビったわ。オッケー。いやー日本シリーズ絶好調男、おじい来た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 。スロースター一発。さあここで打点を上げたいところ。フォークね、シット来い、シット。ういワンスリー、ここで打点上げたい。やめようミートは、あミートへ強振は。よしオッケー、よしよし、とりあえず勝つ、勝つことが重要。打点を稼ぐおじい。いやーチェンジアップ、武隈さんも出てきたか、絶不調ね。投げました、打ちました。曲がってくるね、ナイスカット。ボールボール、とりあえずヒットを打って3目で出塁。伸びるか。いやー秋山さんやっぱ守備範囲広いわ。よし、とりあえず追加点、とりあえずランナー出よう。4番の仕事は今じゃない、今はとりあえず塁に出ること。よしオッケー、ナイスおじい、大活躍。ここで2安打目でしょ。よし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 、オッケーオッケー。さっきランナーいねえな。おい、ナイスボール。さあ来いや、はいナイスボール。フォークね、もう1球種が何だろうな。フォーク連投、縦スラとかか。フォークしか投げてこないな、フォーク嫌なんだ。いやースライダーだった、反応が危ねえ。とりあえず勝ったね。いやーこれは鈴木さん2ホーマー。いやヒーローおじいにしてくんないかな、2打点ですよ。でも4の2、2打点1ファーボール、押し出しあったしね。 OKOK ということで、次回の動画で日本シリーズ逆転優勝なるか、それをお伝えするっていう感じかな。いやー活躍、おじい頑張ってるよ。もしかしたらね、逆転優勝あるかもしれない、これは楽しみだわ。ということでここまでかな。最後こういうやっときますか、本を読んでおこう。いやらしい打撃、
やっぱ本スキル上がったからあれかな。うわ、ゼフチョだ。ということで今日はここまで。日本シリーズ大逆転なるか、次回の動画でお楽しみください。ということでバイバッチ。